混ざってけよ。鏡？奇跡の世代前にして黙ってられるか。そもそも俺と達也の勝負にちゃちゃ入れてんじゃねえよ。その眉毛どうなってんの？なんで2本？何すんだてめえ！うわ、長っ。この人の話聞いてたのかよ。え、何が？だから混ざってけって。あー、やだ。なんかイメージと違うっていうか変わってんな。彼はバスケ以外のネジが基本緩いです。はい。スポーツ選手でたまに見かけるタイプですけど、ある分野で圧倒的な才能を持ちながら逆にそれ以外は何もできない。